岩尾エマ麻遥香は日本のコンピュータサイエンティストであり Google クラウドプラットフォームの開発者の一人2019年岩尾は Google クラウドプラットフォームを使用し世界で最も正確な円周率の値を計算したこれは以前の世界記録である22兆桁を9兆桁も上回る31兆4159億2653万5897桁を 記録した。彼女は12歳の頃に演習率に興味を持ち夢中になった。日本で育った彼女にとって当時世界記録を持っていた金田高生をはじめとする日本の数学者はとても身近に感じられ、また彼らからも影響を受けた。筑波大学でコンピュータサイエンスを学び、当時スーパーコンピューターを使って計算した最も正確な円周率の記録保持者であった。 高橋大輔に指示。彼女は、コンピューティングの大学院研究を始める前の2008年に、ディーン・ s ス・アワ r ド・フォー・エクセレンスを受賞した。彼女の修士論文は、高性能コンピュータシステムについてのものである。卒業後、パナソニック、クリー、レッドハットで、ソフトウェアエンジニアリングの職に就き、サイトリライアビリティを担当した。岩尾は、2015年に、 クラウドデベロッパーアドボケートとして Google に入社。入社当初から2019年まで東京の Google 支社で働いた後、2019年にシアトルの Google 支社に移動した。岩尾は Google クラウドプラットフォームの使用方法に関するサポートとアプリケーション開発者のサポートに関する仕事を行っている。彼女はクラウドコンピューティングを誰もが利用できるようにしたり、 オンラインの講義デモや教材の作成なども行っている。2019年3月14日、演習率の日に、岩尾は170テラバイトのデータを使用して、演習率の値を約31.4兆桁計算したことを発表した。計算では、Y クランチャーと呼ばれるマルチスレッドプログラムを25台の Google クラウド仮想マシンで実行した。計算は、 完了までに121日を要した。ありがとうございます。